本当に安楽なんですよ。気づいたらとんでもないスピードになってる。はい、今回は面白レンタカー有明店さんよりメルセデスマイバッハ S クラス、こちらをお借りしております。こちらのお店ではポルシェやランボルギーニなど、これ以外にもたくさんのここでしか借りることのできない車を用意されてますので、概要欄にお店のページのリンクを掲載しておりますので、ぜひともそちらご覧になってください。後編ではメルセデスベンツマイバッハ S クラス、こちらの走りや乗り心地について検証していこうと思います。それでは合流になるので、ちょっと加速を試せれば試してみたいなと思います。一瞬過ぎて全然エンジン音とかも入んなかったのかなって思うし、もう多分前の単車にエンジン音が負けてるんですよ、この車の。まずはこの車、やはり後ろに乗るための車だと思うので、今はですねちょっと後輩に運転してもらいながら、私は後ろの席でくつろいでいるところなんですけれども、まあ前編でもお伝えしたのでもうわかるかと思うんですけれども、まずもうスペースがものすごく広いですね。これはもう日本の高級ミニバン、例えばアルファードとかそういったものに匹敵するぐらいの広さを誇ってるかなというふうに思います。まあ、逆に言うとアルファードなんかはこの車の3分の1くらいの値段で同じくらいの広さを実現しているわけですから、それはそれで本当にすごいことなのかなというふうに思います。ただアルファードとやっぱり違うなっていうふうに思うのは、やっぱり大きく分けると3つですね。一番強く感じるのは座席の取り付け剛性。やっぱりどうしてもミニバンっていうのは取り付け剛性が悪くなる。タイヤから一番離れた場所に座席を置かなければいけないし、でCピラーに座席をくっつけることもできないですよね。だからどうしてもミニバンっていうのは一番条件の悪いところに一番の特等席を作らなければいけない。車が揺れた時に座席も一緒にブルッとならないっていうのは、これは上質感があるなというふうに思います。特に今ちょっと高速道路走ってるんですけれども、こういったところで道路のつなぎ目、そういったところを走ると如実にその違いは出てきます。それから2つ目はフロアの振動剛性。こちらも、マイバッハの方が優れているなというふうに思います。まあ、座席の時と同じですけれども、こう床からですねブルッと震える感じが伝わってこない。これで車全体が非常にカチッとしている、そういう印象がありますね。そして最後は静粛性。ロードノイズの静かさは圧倒的ですね。多少ランフラット特有のゴロゴロっとした感じは聞こえてくるかなとは思うんですけれども、やっぱりこれはセダンの形状でないとできないなという感じはあります。こうやってオットマンを出してくつろいでいると、もうずっとこっから動きたくないなって思っちゃいますね。シートの形状も包み込むような感じで、一見最初触った時に革とかがちょっと固めかなっていう風に思ったんですけれども、これ座ってみると本当に安楽なんですよ。だから今もうこんな感じでオットマンなんか使って、後輩はですね今腹渡が煮えくり返るような思いなんじゃないかなと思いますけれども、社長とか会長になったような気分ですね。まあ、それからサンルーフのおかげっていうこともあると思うんですけれども、後ろがですね非常に開放的なんですよ。まあ6ライトでですねこういったところに窓もついているので、座席を割と倒しても外もしっかり見えるし、セダンにしてはという言い方が正しいか分かりませんけれども、開放的な気分になることができると。それから乗り心地に関してなんですけれども、まあそうですね、思ったよりもこう車の上下動というかピシッとくる感じが時々ある。細かい揺れはかなりいなしてくれるなと思うんですけれども、結構大きめの突き上げがあると割とビシッと響いてくる瞬間もあるかなっていう感じなんですよ。まあおそらくこれはドイツ車としてやはりアウトバーン200キロ300キロで巡航していく時の性能を担保するためにはこれぐらいの硬さが必要だったのかなというふうに思いますし、やはり VIP が危険な目に遭った時とかに急いで車を走らせなければいけない時っていうのが、特にまあ日本にいるとあまりそういうシチュエーションはないんでしょうけれども、海外では結構そういった事案がですねシビアに起きてくるんですよ。なのでそういったところを考えても、やはりあまりにもふわふわとは
できないんじゃないかなというふうに思いますね。そういったところの思想は日本の高級車とも違うところなのかなと思います。まあ、あとはアメリカとかヨーロッパあたりに行くと防弾仕様、こういったところもオプションでつける人もいるので、そうなると車両重量も加算できますよね。それに対応するためにこういった足回りのセッティングしているという理由もあるんじゃないかというふうに思います。今度はですね、後部座席から運転席の方に移動しまして、私自分自身で運転しているという状態です。で、前もって言っておきますと、私ですね、このクラスの、まあ、いわゆるショーファードリブンっていうんですかね、運転するのももう初めてですので、何かと比較とか、まあ、そういうことにはならないですね、正直言って。今回これに乗せていただいたのは高級車ショーファードリブンのベンチマークとして私の中で基準を1個作りたいなというふうに思ったから乗ってみたんですね。運転感覚として皆さん何が一番気になるのかなって思ったんですけれども、あの取り回しとか視界とか、そういったところなのかなっていうふうに思いますね。まあ、なんせ全長が 5m46、 全幅は 1m91、これ車検証に載ってる数値なんですけれども、確かに後ろの席に乗ってると、あ、すごい長い車だなっていうふうに思うんですけれども、運転席座るとなんか普通のセダンだなっていうふうに思いますね、意外と。まあ、確かにこういうちょっと狭めのっていうんですかね、そういう道路を走るときは多少気を使うかなっていうところではあるんですけれども、幅とかですね、まあ、あとは車庫入れの時かな、あの車の長さ内輪差気になるかなと思うんですが、ただ小回り自体はこれ意外と効くんですよね。展開の時とか結構楽ですよ、想像するよりはって話ですけれども。それに前側の視界も結構、その車もちろんボンネットは V8 エンジン入ってるし、 V12 のモデルもあるくらいなので、もちろん長いは長いし、まあ最近ですね、あのミニバンとかスーパーハイトワゴンに慣れてる方が多くて、あの車この部分がですね、あの立ってて、あの天井高くなければ怖くて運転できないって言ってる人もいるんですけれども、私がですね、今までこういろいろセダンとか、まあ、あとはクーペとかですかね、乗ってきた感覚から言えば、決して前の部分が見づらい部類には入らないです。そしてエンジンについてですね、この車は、S560 4リッターのターボエンジンとなりますね。4リッターってまあすごい数値ではありますけれども、2300キロくらいですね、車両重量。車重いからちょっと動力性能大丈夫なのかなというふうに思ってはいたんですけれども、やっぱりこれはもう間違いなく速いと言ってもいいと思います。加速感は本当概ね爽快と言ってもいいです。そしてまあアクセルを踏み込んでいくと、かなり遠くの方からフォーンっていうエンジンの高鳴る音が聞こえてくるかなっていう程度で、もうエンジン音もほぼほぼ聞こえないし、わずかに聞こえてくる音もちょっとスポーティーな感じがして気持ちを湧き立ててくれるというか、まあ、ショーファードリブンで、しかもメルセデスっていうブランド、あのラクシュリーなブランドだなというふうに思うんですけれども、その中にあってもそういうドライバーを気持ちをかきたてるような演出は残されてはいるなというふうに思います。トランスミッションについては非常につながりスムースですし、変速した時のトルク抜けショック、そういったものも全くないですね。もう発進の時にアクセルをこうスーッとゆっくり踏み増していってあげれば、こう車もそれに応えてスーッと速度を上げていってくれる。ただちょっとですね、あのラフに踏んでしまうとショックが出ちゃう。例えばまあ、こんな感じでですね、乗員を快適にしてあげようとか、あんまそういうことに神経のいかないドライバーが運転するとちょっとガクッとなる瞬間もあるかな、段がついてしまう瞬間もあるかなっていう感じですね。こういったところはその日本のハイブリッドか、これに一律の長があるのかな、まあ、特にトヨタのですね THS を搭載した、まあセンチュリー LS さん乗ったことはないですけれども、今乗ったトヨタのハイブリッドカーから想像するにラフにアクセルを開け閉めしても、まあ、もうちょっとショックは小さいのかなと思います。ただまあ運転手の技量によってはしっかりそこは調整できると思いますね。ドライビングプレジャー的なところで言うと、まあやっぱりこの車は運転してもらうための車だっていう感じはしますね。まあ、つまりすごいこう車にかっちり感あるし、特にフロント部分ですね、このカッチリ感はすごい、剛性感、こういうところ曲がっていっても前輪がこう地面をビシッと捉えて、まあ、ガシッと手で押さえつけて走るよりは、まあ、しなやかにこう路面をこうなぞりながら、こうかつ安心感高くコーナーを曲がっていくっていう、そういう雰囲気ではあるんですけれども、さすがに 2.3 トン
超えてくると、まあ俊敏性みたいなところは当然ながら望むべくではないと。非常に安楽ではあるんですけれども、運転者としても乗り心地の割にはそこまでロールはしないかなという感じではあるんですが、ステアリングの剛性感もすごい高くて、自分の操作に対してタイヤがこう正確に向きをタイムラグなく変えてくれてるっていう感じはあるんですよ。だけどやっぱり車両全体として動きはこう穏やかになってくる感じがするんですね。まあただ2トン超えている車って考えると非常に俊敏性は高いなというふうには思うんですが、まあ当然ですね、もっと自分で運転して俊敏性の高い車、ドライビリティの高い車、ハンドリングの性能の高い車に乗りたいんであれば、1クラス2クラス下の車じゃないとそれは実現できないのかなというところではありますね。あと高速域でのスタビリティ性能について言うと、やはりそのドイツ車というところで言うと特にメルセデスベンツですね、世界最高水準と言ってもいいんじゃないですかね。直進をこうガーッと走っていく性能っていうところで言うと、エンジン音も静かだし、ボディ剛性強いし、乗り心地もいいし、ましてボディもかなりでかいというふうになると、スピード感っていうものがもうないんですよ。もう気づいたらとんでもないスピードになってる。だからそういう意味では、まあ、ドライビングプレジャーってものは少ないかもしれない。きちんとスピードを感じて風を感じて走りたいっていう方からすればつまんないかもしれないですね。気づかないうちにスピードが出ちゃってるので、例えばその高速道路、なんか関越道とか東北道とかですね、そういう規格の高い幹線の高速道路とかで、もうなんか追い越し車線をもうすごい目を疑うようなスピードで走っていくメルセデスとかいるじゃないですか。ダメですよ。ダメなんですけど、気持ちはわかるなって思うんですよ。もうこんなスタビリティ性能だったら、そりゃ気づかないうちにあんだけのスピード出るなっていう、まあある種の同情はするかなってところですね。あそこまで出さないとやっぱりスピード感はないです、この車。油断してたら免許がもう一瞬で消え去ってしまうぐらいのスピードが出ちゃいますよ。まあ総じて言いますと、この車はやっぱり迷うことなきショーファードリブンだなというふうに思いますね。ただこれの1個前のマイバッハ、つまりダイムラクライスラー時代の安くても4000万円超えてたような、あのマイバッハから比べたら、これはやっぱり価格は半分くらいなんですよ。歴史を遡るとマイバッハっていうブランドは戦前からあるんですね。戦前にまあドイツあるいはアメリカとかでですね、こうたくさん走ってたものすごいでっかい車、ショーファードリブン、そういったこうある種特権階級、王族階級の人たちが乗るような車からすると、この車は階級的にはやっぱり1個下、もちろん高級車には変わりないんですけれども、どっちかっていうと王族階級、貴族階級というよりは市民階級ですよね。ブルジョアジー、まあ、センチュリーなんかも割と、まあ、値段の近い車ではあるんですけれども、やっぱりその階級意識っていうところに目を向けると、まあどっちかっていうと市民階級というよりは貴族階級の車なのかなっていう感じはしますね。そういった階級の車ではなく、やっぱりこのマイバッハメルセデスっていう車に乗ると、こう自分の力で金を稼いでやったぜっていう感じが出てるかなっていうふうに思うんですよ。それがやっぱり私メルセデスのちょっと一個いいところだなっていうふうに思うんですよね。そういったなんだろうな、ある種の自分の能力に対する自信の表れっていうんですかね、そういったものを表現する手段として、こういったもう大きいメルセデスに乗るっていうのは非常にありなんじゃないかなと思うんですよね。ただ私今回この車乗ってみて思ったのは、高速道路とか乗ってるともう煽ってなんかいないですよ。煽ってなんかいないんですけれども、車が勝手に避けていっちゃうんですよ。で確かに他にもですね、今までそういう車あったんですね。例えば結構顔が威圧的なミニバンとかスポーツカーとか乗ってると、前の車なんとなくどんどん吐けていくなっていう気持ちもあるんですけれども、この車ちょっと段違いでレベルが違う、もう車の避け具合が、まあ確かに考えてみたら自分もメルセデスの S クラスがいたら道譲るかなってところではあるんですけれども、そういうなんていうのかな、ちょっとした社会からの疎外感っていうのかな、感じる瞬間もあるんですよね。まあ後方の車の後ろの席に座るのは
大企業の社長とか会長とかそういった方なのかな。まあ公用車としてですねこの車が使われることはそんなに私は見たことない。外務省の車でメルセデスとかジャガーとかが使われてるのは見たことありますけれども、普通の国会議員とか官僚機構で使う車として見たことはそんなにはないかなと。だからまあ会社の重役、あの社長会長が乗る車なのかなっていうところではあるんですけれども、まあそういったですね企業の上に立つものとして、人の上に立つものとしてやはり恐れられる存在である必要もあり、かつなんだろうな、ある種の赤涼感っていうんですかね、そういう方特有の寂しさみたいなのももしかしたらあるのかなというふうには思いましたね。はい、ということで今回は、面白レンタカー有明店さんよりメルセデスマイバッハ S クラス、こちらをお借りしてまいりました。面白レンタカーの有明店さんではですね、今回乗った私の車も含めまして、ランボルギーニだったりとか、あとはポルシェだったり、あとその他オープンカーとかですね、こちらでしか借りられない車用意されていて、もうこの湾岸エリアのドライブを存分に楽しめる立地にありますので、説明欄にお店のページのリンクを掲載しておりますので、ぜひともそちらご覧になってみてください。それではまた皆さんとドライブできることを楽しみにしております。セミクロでした。